弁護士総理が実際に立候補するということを明言しましたよね。はい、そのことで警視庁の悩みでもある小池さんがいろんなことを判断したということは推定できますか。僕が逆に小池さんの立場というか普通に考えれば忖度の範疇でしょうね。いわゆる森友学園事件の時に安倍総理が直接何か発したというよりも、まあ、周りの財務省が忖度をして文書を改ざんしたというのと一緒で、おそらくまあ小池さんの言う通り報道で知りました、あれは本当だと思うんですね。でもいわゆる暴力団とかと同じで特有の圧力のかけ方ってあるじゃないですか。黒川の例えば映像が出てきたらもうあからさまに不機嫌な顔になるとか、こうまあね、こういうのが日本で許されるんでしょうか、大公のコメントもそうですけど、まあ、もちろん直接都知事が警視庁に対して警察に対して何らかの圧をかけるみたいなことはしないですけど、それをしないがゆえに悪質だと思いますね。もちろん小池さんとしてはもうぜひともあいつらには選挙運動は立候補はしたとしても運動はさせたくないっていうのはすごいあると思いますね。ただやっぱ恐ろしいのはすでにもう都庁前で今演説してるんですよね、残党というか。もうこれがやっぱりすごいこれから危険かなとは思いますね。逮捕されてやっぱり彼らがある意味伝言というか遺言のように、遺言ってあるんだけど残したことを現にしてる人たちが出てきているので、もう選挙カーも2台押収してもすぐに演説の車が出てきてるっていうことは相当資金的にも余裕を持ってるんではないかな。まあ逆に今回の件で相当目立ちましたから、目立つとやっぱり寄付は集まると思いますから、もちろん小池百合子を追いかけ回してほしいっていう気持ちは僕自身もありますし、はっきりしろよと、海部大学が私が卒業したことを認めた、そんなことじゃないんだと、多くの都民が小池百合子さんは海部大学を卒業したと納得させるような弁明を彼女に期待してるわけですよ。まあ、そういう意味では小池百合子さんと黒川君は僕はどっちもどっちにしか見えないですけどね。だからそういう意味では小池百合子さんが見えない力を使ったということを言われても否定できないと思います。この前の参議院選挙で乙武さんが出ましたよね。はい、で私もずっと取材してましたけど、その時の妨害はなかったですよね。そうですね。だからあくまでも対小池百合子さんということで解釈してよろしいでしょうか。先生、黒川君の狙いということですか。これはだから東京都知事選挙においては小池百合子さんがもちろん左翼の候補者になるわけですから、それを妨害するという宣言をすることによって他陣営からの何らかの、まあ、何らかの金銭的な支援を受けれるというふうに考えるのは、まあ、彼ら自身が自白というか公言している通りなので、そういう効果はあるのではないかなと思いますね。根本さんはね、結局1000票以上取ったわけですね。はい、そうですね。はい、この人たちが本当に行動しているかどうかは分かりませんけども、今都庁の前でやってる人たちというのは根本氏に入れたのとオーバーラップします。今やってる人たちっていうのはそもそも表に出てこなかった、目立たなかった人であって、翼の党の党員かどうかは別にしても、ずっと一緒に行動してる人たち、あとあるいは15区の選挙から行動を共にすることによって再生数が上がると思った人が新たに加わってきてると思うんですね。で今回これだけ翼の党が有名になりましたから、逆に同じような思想を持ってる、いわゆる陰謀論ですよね、を持ってる人たちが逆に続々と集結しているのではないかと。見たことない人がこうマイク持ってさっき都庁前で喋っていましたので、今の既成政党に対して不満を持っている国民からすれば拠り所になってですね、自分たちが応援している黒川さんたちが逮捕された、不当逮捕だっていうことをもうすでにやりだしていますから、これが大きくそのなってくるっていうことについては相当当局は警戒してるんじゃないかなと。相当翼の党の動きに触発されて、確かに1110票ですから、これって有権者の割合にすると40万人のうちっていうことになると400人に1人以上ですか。
いや、日本全国に来たらすごいでしょう。投票に行った人が1000人いるっていうことは、江東区の40万ちょっとの有権者を考えたときに、だいたい300倍とすると日本国内で30万人ぐらいは支持をする、まあ、わざわざしかも投票に行った人ベースですから、投票に行ってない人も含めれば、ひょっとしたら100万人、数百万単位で支持する人は出てきてるでしょうから、あとは具体的に活動するかどうか。でも現に具体的にもう直ちに活動してるわけですよね。逮捕された後、いわゆる逮捕されてしまってるわけですから、逮捕された場合の想定をした上での動きだと思いますので、相当そういう意味ではそのね、いわゆる浅間山荘に立てこもった人たちにまで今過激までな行動はしてないにしても、あれに近いものを感じますけどね。まあ、もともと富山美樹さんってあそこのコロカクの奥さんは白いヘルメットかぶってやってましたって自慢してるような人なんで、そういうその思想の人たち、いわゆる日米安保反対、アメリカ原爆を落としたアメリカに対して迎合するな、本当の保守っていうのは戦前の日本を取り戻すことだから、反アメリカっていう考えを持っている人たちが結構集まってきているんだろうなと。そういう意味では相当警戒しないと、どんどん精鋭化というか凶悪化していく、頭の悪い人の暴力を振るってきますからねっていう感じで、やっぱり機動隊があって出動しているのも、なんだろう、あまり容易に近づいちゃいけませんよということを国民にアピールをしていると思うんですよ。もうそこの強制捜査なんてどう考えても機動隊が行くようなことはないんですよ。ただテレビの映像に映った時に機動隊に取り囲まれている事務所っていう暴力団の事務所のようなイメージで、安易に翼の党の活動には参加しないように、ちょっとこう興味を持っている国民に、まあ、映像でちょっと洗脳してみてるのかなと思うんですね。だからこそ僕はやっぱり元部下ですので腹立つことが圧倒的に多いんですけど、けしからんことが多いんですけども、政治家としてやるのであれば、まずは自分の間違いについてちゃんと訂正して謝罪をした上で他者を責めるっていうことをすれば、すごい力になるんではないかなと思いますね。どうぞ。はい、昨日ですね、あの黒川さん逮捕される前なんですけど、自分の知り合いがアルタ前であの証拠の写真撮ってきまして、やっぱりあの新しいあの軽自動車で翼の塔 の張り紙をして演説してたんですけど、結構激しかったんですけど、都庁前でやってた時 その周りの人だかりの質っていう意味ではすごい違いがあったんですけど、立花党首がおっしゃって今後なんか暴徒化が怖いなっていうのがあるんですけど、捕まったことによって抑止効果になるんでしょうか。いやだから、そ捕まったことが抑止になるのか、逆に暴徒化するのかがちょっとわからないので、特別チームを作ってるんだろうなと。だからまあそれはね、小池さんが本当出てきて、彼らの聞きたいのは、私が海洋大学を卒業してるかどうかです、それについてエジプト語で喋りますって言った時期で終わるわけですよ。でもそれがないからずっとモヤモヤしてるわけですよね。でこれだから本当どっちもどっちなんですよ。たまたま小池さんの方が今権力があるから、なんかあの 前任のような扱いになってますけど、全くそれはそうじゃないですよね。僕はどっちもどっち隠し事をしてる汚い大人っていうか汚い政治家なので、まあ、そういう意味ではね、やっぱりその暴徒化するかどうかは別にしても人は増えるんじゃないですかね。あれある意味彼ら予想通りダブルピースまでしてましたよね、2人ともね。ちょっと根本君は神妙な顔してましたけども、だから全て計画通りなんですよね。この先、逮捕されても、まあ、そんな長い刑期はあるわけがないので、そういうことをすると、まあ、大体こう何て言うんだろう、英雄化されていくっていうか、ちょっとその神格化されていく、逮捕されても怖がっていない、普通逮捕されたらこんなになるのがもうピースして、ね、テレビに映って取り上げていることがまさに狙い通りにいってるんじゃないかな。そういう意味では暴徒化するかどうかは別にしても、あの拡大はするでしょうね。やっぱり陰謀論を言う人たちって増える傾向にあるんで、やっぱり僕のように常に証拠とか科学的根拠に基づいて動いてなくて、やっぱり彼らはワクチン打ちました、それは亡くなる方いますよ、それは当たり前じゃないですか、強い薬ですからね。
それによって副作用で亡くなった方がいて、もちろんそれを打ったからコロナで亡くならない方もいて、それで数字的な確率論ですから、あとはね、それを打つ打たないも最終的には判断を国民に求めたわけですよ。でもなんか同調圧力があって打たざるを得なくなった、打ったら死んだみたいな、それは事実なんですよ。ただ数字的にどっちかを選ぶしかない、悪いのは医者じゃなくて病気なんで。でも極端に少ない事例を取り上げて、それを政府が悪いんだみたいなことを言っていく人たちっていうのもやっぱりいくばくかのパーセンテージいますから、だから中国なんかはそういう AI も禁止したり、そういった言論をある程度統制してるんですけども、まあ、今回言論の自由がある日本においてはそういう人たちがまあ集まっていってですね、黒川さんに弁護士がつかないからだとかしようみたいな動きは起こるでしょうね。まあ、だってここでこうやって議論になっていることがもうすでての証拠でして、もうほっとけないんですよ。だから今後本当に翼の党に関係する人たちはいろんなものがチェックされていると思った方がいいと思いますね。ありがとうございます。あ、どうぞ。はい、立花さんから見て翼の党がいなし遂げたかったことって何かと思いますか。過去形ではなく成し遂げたいことなんですね。現在進行形なんですね。で、彼らは陰謀論を本当に表に出してきて、その世界をいわゆるユダヤ人が支配しているっていう考え方を持ってるんですね。だからユダヤ禁輸をぶっ壊すとかっていうことを言ってるんですね。で、現にユダヤの人たちがその世界を支配しているのか、お金の力でね支配しているのかどうかっていうのは、それは僕も定かではないです。否定できる根拠はありません。ただ概ね平和じゃないですか、日本って。まさに極端なものを引っ張り出して、それがユダヤ人のせいだとか、まあ、ユダヤとひっついてるアメリカのせいだから日本はアメリカから独立しろみたいな考え方で人を集めると。で、参政党がそれに成功したから彼らはちょっと嫉妬してたんでしょうけども、まあ、参政党と僕はもうどっちもどっちしか見えなくて、いずれにしても参政党が今神谷君がいて独裁体制に入ったから、そういう人をうまく引き抜いたりして、これから、まあ、彼ら語ってた通り来年の参議院選挙はパスします。でも4年後の参議院選挙で候補者10人もっと立てれるっていうことを言っていますから、そういうところの長期的な目標を考えた時には、失敗したというよりも今後黒川君たちが自分たちのことを本当に反省できるのか、自分たちの間違いね、その上でついてきてくれってやればグッと集まるでしょうけども、自分たちのことを棚に上げるっていうことになれば、やはりそこまで多くの人はついてこないのかな。だからやりたいっていうことはやっぱり政治的な力を持って、この国は権力者に支配されている、だから不幸な国民を救いたいっていうことはまだ終わってないというか、むしろすごく彼らの考え方が今日本国民に共有されてね、でこれまでテレビで一方的に翼の党が悪いんだっていうふうにこう国民を一種洗脳してたんですけど、まあ、僕はこうやって黒川のことを個人的には大嫌いだけども、冷静に見る人が出てくるでしょうし、彼らを一方的にこうダメダメってやってると余計に彼らを擁護する人はどうしても出てくるので、まあある意味計算通り動いてるからああいうダブルピースじゃないのかな。あれ実際どうですか。僕はこの年だからあんま思わないですけど、20代とか10代後半の人が見るとね、逮捕されてもパトカーでこうやってダブルピースしてる姿を見ると、なんかついていきたいと思う人いるんじゃないですかね。ちょっと今社会に不満を持っているような人たちね、自分は仕事頑張ってるのに仕事もしない上司にゴマばっかりして出世している人を見てね、なんかひっくり返したい、世の中変えたいと思う人は結構やっぱついていく人多いんじゃないかな。だから終わったというよりもある意味彼らの計画通り今進んでるって感じですかね。